こんにちは。輸出サポート、堀秀夫です。今日は海外旅行のコツ、まあ、航空券の取り方。まあ、次はね、えー、またヨーロッパに行こうと思って、まあ、ちょっと航空券を見れたらね、えー、すごい価格差があると。ねえー、どこで取るかによって航空券の価格は違うんですけど、まあ、思った以上にというか、綺、ま、麗、あ、にわかりやすくね、価格差がある例があったんで、まあ、それをシェアしたいと思います。 ま、旅行のね、航空券を取る起点をどこにするかという話なんですけど、目的地、パリ。で、ま、タイ航空を使って、ま、1ヶ月ぐらい、バンコクも滞在して、ま、パリ、往復という航空券をね、ちょっと見てみました。で、出発は2月の19日。で、バンコクに 1, 回1ヶ月滞在して、で、3月え19日にパリに行くと。で、パリからは、 12月19日に帰ってくるという航空券を見たら合計金額665,750円。これエコノミークラスの料金です。ビジネスクラスじゃないです。なんかビジネスクラスの料金みたいなんですけど、エコノミーの料金です。これを同じ日程でね、今度パリ発にして、パリ出発を2月19日。で、バンコクに1ヶ月滞在して、で、3月19日に東京へ。 で、東京からパリへ12月19日に戻るというふうにね、えー、全く逆の日程にすると、えー、12万9000円、ね、これ53万6750円、まあ、なんと5.61倍も違うという、ね、すごい差額が出ました。差額でビジネスクラスの航空券買えるじゃんって感じなんですけど、まあ、日本初だと長期旅行の需要が少ないんで、 高いいでですす、ね、割引設定定がななしょうね、えー、定価になります、まあ、短期のね、日本発だと短期の、まあ、10日とかね、20日とか、まあ、せいぜい1ヶ月ぐらいまでの航空券は安いのたくさんあるんですけど、まあ、1ヶ月を超えるとか、3ヶ月の旅行とか、まして1年間とか言うと、まあ、なかなか安い航空券出ない。まあ、そんな時にはね、えー、海外発見、海外を起点にして、まあ、その起点にした場所まではね、 え、なんか安い航空券で行くとかいうのがね、えー、よくやられますけど、まあ、こうして見てみるとね、あそこらこんだけ差額があれば、まあ、そういうやり方するだろうなと、ね、いうのを思いました。まあ私はね、転売を教えてますんで、まあ需要の少ないものは高いというのは常識なんですけどね、まあ、航空券、まあ同じ会社の、まあ同じに行って裏返しただけでね、 この5倍以上も値段の差があるというのを見てね、改めて、やっぱりね、需要と供給、ね、供給がないものはわざわざ安くしないと。逆ね、需要がないものはわざわざ安くしない。まあ、定価でしか売らないというのをね、まざまざと実感しました。まあ、旅行のプランニングの際は、ね、まあ、こういうふうに逆にひっくり返してみて、ね、そこまでなんとか安くいける方法があったら、まあ、こういう方法もね、ありということでね、えー ま、長めの航空券で高いのしか取れないとか、直前の航空券で高いのしか取れないというときはね、参考にしてください。また、ご質問あればね、えー、まあ、じゃあその、行く場所とかに行って教えてもらえば、まあ、具体的にじゃあ、えー、こういう取り方だと、え、安く取れるというアドバイスもね、可能なんで、お気軽にご質問ください。以上、副業サポーター、堀秀夫でした。